お久しぶりのパンくんです。毎日暑いね。こんな時は水引き作品も涼しさを感じられるのがいいよね。てなことで今回はアユと水草です。僕は焼いて食べたい気もするけど。こんにちは。早速始めましょう。まずアユから作ります。90センチの白の水引き2本とベージュの水引き1本用意します。今日は長いまま使います。真ん中にアワビ結びを作ります。ベージュを外側にしています。1.78センチのアワビ結びを作ります。手の長さを同じにします。次にちょっと黒めの緑のキラキラと明るめの緑のキラキラ1本用意しました。これはお好みで、背中側の色ですので、いろんな色でしていただいたらいいと思います。これも同じように真ん中にアワビ結びを作ります。はい、アワビ結びが2つできましたら、こちらが上、こちらが下になりますので、背中側の、この真ん中の2本とお腹側の真ん中の2本、これを外して残りの外側の2本と2本で四つ手のアワビ結びを作ります。右側、白い方で輪を作って緑を後ろに当てて、ちょっと長いですけれども、この白の前を通って、ここの白の後ろを通って、輪の中を前から入って後ろ通って前に引き出します。
は 1.2 センチぐらいのアワビ結びです。反対側も外側の2本と2本で四つでのアワビ結びです。はい、緑で輪を作って白を後ろに当てて白の先を動かします。そして最初に残しておいた背中側の真ん中の2本で四つでの、1本と1本で四つでのアワビ結びです。このアワビ結びも 1.2、3センチの大きさです。お腹側の白の真ん中も1本と1本で四つでのアワビ結びです。今この横の部分は2本と2本で四つでのアワビ結びをしましたが、次からは1本ずつで結んでいきますので、このベージュとそしてこの2本並んでいるところの黒い方の水引きを残しておきます。後でもう切ってしまうんですけれども、反対側も同じです。この2本のうちのベージュと2本のうちの、黒い方の水引きを残しておきます。そうするとそれぞれ、出ているところが8本になりますので、いつものように間同士を四つでのアワビ結びで結んでいきます。この背中の中央の左側とこの、明るい方の緑とでまず結びます。1.1 センチくらいのアワビ結びです。背中の中央の右側とこちらの明るい方の緑とでアワビ結びです。そしてお腹側に向けてお腹の中央の1本と横の白の1本、白同士で四つでのアワビ結びです。はい、
その横の白と白でアワビ結びです。次は、次の段になります。明るい緑と白です。はい、その横の方ですね、同じく明るい緑と白です。で、お腹側の真ん中、白と白です。背中側の真ん中、黒い緑と黒い緑です。このまま編み進めていきます。この最初に残しておいたベージュと黒い緑のこの2本は後でヒレ、胸びれにしますので、この横の方の白の部分の辺りから外に通して出しておき、外側に出しておきます。内側から外側に通します。これは後でもいいんですが、もう先に切ってしまった方が間違いがないと思いますので、まず通して、そして4センチぐらい残して切っておきます。反対も同じです。この横の白い部分の上の方です。ヒレになる部分を切りましたので、今残っているのは黒い緑と赤、黒い緑2本と明るい緑2本と、あと白が4本です。今だいたい10段ぐらい編めました。で、今のこの辺りの、アワビ結びの大きさは1センチぐらいなんですが、ここから先はだんだんと小さく結んでいきます。はい、最後まで編めました。だいたい14段ぐらいです。最後の、アワビの大きさはもうだいたい8ミリ、9ミリぐらいになっています。次にこの胸びれの長い部分を切ったのが余っていると思いますので、これでヒレを作っていきます。まず背びれですね。15センチで、アワビ結びを作ります。
大体2センチぐらいのアワビ結びにしておきます。丸いままでもいいですけれども、ちょっとよいしょ先端を尖らしておいてもいいと思います。これを背中に差し込みます。そして次に腹びれ、4、5センチで1つ、それを2つ。これは2つ折りにしてワイヤーで留めておきます。ここワイヤーで留めた腹びれを この辺りに差し込みます。1、2、3、4番目なので1、2、3、4番目で、なかなか入らないぐらいなので、そんなに抜けることは、これぐらいのアワビ結びの大きさなら抜けることはないんですが、もしごそごそしているようであればボンドでくっつけてください。次に胸びれですが、でここから出ていますので、このヒレがかっこよく見えるようにこのあたりかこのあたりに差し込みます。反対も同じところに差し込みます。で、ヒレはちょっとたくさんありまして、あと尻びれと脂びれというのがこの辺りにあるんですが、もうそれは省略してもどちらでもいいと思います。今回一応作っておきます。また4、5センチの水引きを、最後2つアワビ結びがありますので、そこに差し込みます。
もうアワビ結びが小さくなってますので、差し込むだけでも止まります。尻びれも同じように、4センチぐらいの水引きを差し込みます。で最後、まだ水引きが25センチぐらいは残ってると思いますので、それを使って尾びれを作ります。真ん中にアワビ結びです。だいたいちょっと、横長の3センチぐらいのアワビ結びにします。そして片方を下から入れ、下の後ろから入れて前を通って後ろに、上に、後ろの上に引き出します。こんな感じですね。はい、ひっくり返してこちらも下側の後ろから入れて前を通って上側の後ろに引き出します。こんな形を作ります。そしてちょっと尾っぽらしく形を作っておきます。最後水引きが8本出てますので、これを左右に分けて4本ずつワイヤーで留めます。これは二重じゃなくても一重で大丈夫です。
で左右に分けて留めてありますので、この尾っぽを真ん中に差し入れて、ちょうどワイヤーのところを全部一緒にもう一度ワイヤーで留めます。そして長い部分を切り落とします。最後に目をつけます。反対もつけて乾かしている間に水草を作ります。金魚やメダカなどに入れる水草を作ります。こちらが60センチで作った方の水草、こちらが90センチで作った方の水草です。水草用の水引き1本用意します。そして、2センチから2センチ5ミリの大きさにすべて切ります。最後、中途半端に3センチぐらい余った場合は、一番上に短い分を挟みますので、切っておきます。ワイヤーは60センチの場合は20センチぐらい用意します。90センチの場合は26センチくらい用意します。半分に折り曲げます。そして先ほどの短い水引きをまず1本。挟んでねじります。そしてもう一本短いのを挟んでまたねじります。はい、どんどん挟んではねじって、一応今180度ねじっています。これを、もう、あと1回転360度ぐらいにすると、この水引きと水引きの間がちょっと長くなります。
あまり間が空かない方がいいと思いますので、今回の水草の場合は、まあ、ひとねじり、180度回転のひとねじりがいいかなと思います。はい、どんどん繰り返していきます。これ60センチの水引きの分をすべて切りました。ちょっと適当に切ってしまったら長さがまちまちなんですが、水草の場合はそれで大丈夫だと思います。ただ注意しないといけないのは、ここスポスポ抜けないようにしっかり、きっちりねじってあるっていうことが大切です。そしてまあ、真っ直ぐの場合でもいいと思います。ちょっとねじってあげます。もうお急ぎの場合これだけでも水草らしくなると思いますが、もうちょっと、リアルな感じを出すためにはちょっと曲げてあげます。上の方に向けて曲げてあげます。最初に曲げてからねじってもどちらでもいいと思います。やりやすい方でやってみてください。水草という完成です。